次行きます、うん、次行きましょう。じゃあこれ多分皆さんに答えていただくパティーのやつです、はい、パティお名前みーこさん、性別は女性の方です。皆さんこんばんは。こんばんは。毎回放送を楽しく視聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。今私が悩んでいるのは引っ越しのことです、うん、仕事の都合で来月上旬に引っ越すことが急に決まったので、うん、昨日からとりあえず洋服や靴や本など少しずつ荷造りを始めたのですが、うん、何を持って行って何を捨てるかの判断でものすごく困っています。もともとそんなに物が多いわけではないのですが、引っ越し先の家が狭いのでできるだけ荷物を減らすようにしたいと思うのですが、うん、いざ荷造りを始めるとこの本はもう何年も読んでないけど、うん、そのうちまた読みたくなるはず。わかる。この服は微妙にサイズが合わなくなっちゃったけど今年はダイエットするつもりだしまた着られるようになるはず。このカバンはもう使わないけどちょっと高かったからもったいないかな、うんうん、この本棚より一回りだけ大きいものに変えたいけどこれは就職して初めてのお給料で買ったものだから記念に取っておこうかな、うん、といった具合で多分いらないような気はするけれど、うん、ずっと持っていて思い入れのあるものをなかなか捨てられません、うん、こういった捨てたいけれど捨てられないものを思い切って捨てる方法を教えてください。捨てる方法、あるいは部屋が狭くなるのを我慢してでも持っていった方がいいのでしょうか。だそうです。あのね、はい、気持ちわかりますか。基準があるなとかあるんですか。ちょっと待って、あのね、難しいな。難しい。これ女性でしたっけ。これ女性の方です。いや女の人はでも荷物が多いと思うんですよ。あ、それは服とか、ね、あの旅行とかでもね、女の人みんな多いですね。多いもんね。うん、多分服とか難しいですよね。服は難しいですよね。今その瞬間は別に着たいとは思わないけど、もしかしたら明日着たくなるかもみたいな、そんなありません。あるある。冬あの、ある結構ね、服はね、うんうんうん、あ、そうだ、いや難しいな。いやこれも、スムーズに書けますね皆さん。ふわ先生は引っ越しとかはするんですか。もうずっと同じところで働いてる感じですか。10年半、11年ぐらい前に、家建てたんで、家建てたんで、うん、その引っ越しが最後かな。でもあんまりしない方だね。10年ぐらいは、うん、もうしてないけれども、僕昔は物持ち良かったんだけど、はいはい、あんまり貯める主義だ、貯めるって言ったらもう本当にもういくら家が大きくなっても、うんうん、叶わないんで、それも一つ決めて、はいはいはい、ちゃんとしたかな。へ、あんまりでも引っ越して機会がないですもんね実際。ない。でもあんまり引っ越さない方。いや私結構引っ越してます。本当に。私結構引っ越してますね。あれこれ言っていいかどうか分かんないけど、レンリンがそうかどうかっていうのは全然置いといてさ、はいはい、女優さんとかそういう女の子っていうのはさ、はい、彼氏が変わると引っ越すっていうじゃん。それはそれあるの。まあ彼氏が変わったらさ、彼氏が変わったらよくわかんないですけど、彼氏が変わったらその彼氏の家に住んでたら絶対引っ越さないとダメじゃないですか。まあ、どっちがどうなんだろうなと思って。だから彼女が引っ越す方が多いのか彼氏が引っ越す方が多いのか。まあでもそれは人によるんじゃないですか。そういうのは関係なくてリニアは引っ越してんだよね。そうです ね、うん、でもさ引っ越しっていうかさ、私あの間取り見るのがすごい好きなの。あ、不動産屋のさ、なんかさあるじゃん間取りとかさ、あこういう部屋いいなこういう部屋いいなってさ、見るのがすごい好きだから、私も言っても結構引っ越し、一人暮らしの時に結構何回か引っ越し、確かにすごい家近い時あったもんね、うんうんうん、そう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 、一駅ぐらいの時あったんですよ、うん、でさあの2年になると更新になるじゃん。そうそうそう、その時にじゃあせっかくだから引っ越そうかなみたいな、どうせ更新料
払うんだったら、そうそうそう、うん、違うところに住みたいみたいな。そう、そういうのがね。今のところ長いの？あ、今もう実家に戻っちゃってるんで。戻っちゃって楽で、はい、楽です。楽で楽か。本当にもうすごい楽です。そうだな。はい。家賃入れてるよね、ちゃんと。入れてないの？どうかな。まあまあまあ。まあまあまあ。あれ書き終わった、書き終わった、みんな書き終わった？はい、はい、終わりました。はい。ではい。でで書き終わりました。はい。はい。逆からいきますか、じゃあ。はい、じゃあカメラが来たんで、じゃあ、ちんちゃんから。私は全部も、とりあえず全部持って行って、新しい家で決める。うん、ちなみに私は、うん、その、ね、自分の1年間を振り返ってみて、うん、まあ、カバンなり、服なり、うん、まあ、季節のものがあると思うんですけど、1年間で使ってないって思ったら捨てます。もう、うんうんうん、腹をくくって、うん、あ、この1年使ってない、よし、捨てるみたいな。うん、なので私は捨てますけど、その家具だったり置物だったりはやっぱ新しい家の雰囲気とか、うん、あ確かに、うん、そうだね、のもあるので、とりあえず持って行って決めようかなと私は思ってます。うんうん、なるほど、これいいんじゃない、はい、うん、いい、ありがとうございます。じゃあ次私ですね。はい、はい、服は持っていくけど多分着ないんですよ。女性はワンシーズンで去年の服とかあんま着ないと思うんですよね。あ、着ないね。そう、なんだかんだね。結局着ないんで、うん、もう捨てていった方が正解だと思います。うん、で、もうよほどのお気に入りの服だけ持っていく服は。なるほど。そう、だから荷物は少なくで、本がねすごい迷うんですよ私。あ、私も、うんうんうん、大好きなスラムダンクをスラムダンクよ、スラムダンクを持っていくのにすごい毎回悩むんですよ、うん、これ売っちゃおうかなみたいな、これもういや、でもな絶対31巻読みたくなるんだよなみたいなことになるんで、でも漫画だけはとりあえず持っていきます。そう、わかります。はい、以上です。すごいわかります。なるほど。次、ふわ先生。はい、僕はねちょっとちーちゃんとかかぶっちゃったんだけど、もうほんと1年が基準なのね、うん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 、もう1年着ない服、1年読まない本は全て捨てる、うん、もうそれが基準だね、うん。僕もだからさっき言った10年ぐらい前に引っ越したんだけど、って考えて本はね3000冊ぐらい捨てちゃったの。3000冊。僕はまあやっぱりこういう物書きやってるから書庫とかそういうのあるんだけど、でもやっぱり新しいところって入らないっていうような感じがあるから、うん、涙を飲んで、昔でした、今だったら取っときゃよかったなと思うけど、プロ麻雀とか月刊プロマージャンとか、やっぱり古本屋に売ったりとかそういう感じ全部あれしちゃったかな。近代マージャンまだ取ってるんだけど、あとはこうお片付け名人とかそういう人っていうのは今世の中にいっぱいいて本出してるんだけど、やっぱりこれどうかな、洋服でも本でも自分の前でそれを見てときめくかどうかっていうような感じで判断しなさいってよく言われてるわけ。ときめくかどうか、この服見てときめくったら残しなさい、そしてときめかなかったらもう捨てていいよっていうね、それで相当減るっていうような感じのを聞いたことがあって、僕もいろんな感じでそういうような感じで捨てることをね、ラーメンの本はラーメンは本は単行本で300冊ぐらいあるんだけど、うん、ラーメンだけどね、300冊もあるんですか。それはね、何それ、いやみんなときめくから、みんな捨てないんだけど、もう、うん、いろんな感じでもうラーメン、そうだね、麻雀の戦術本も相当あるんだけど、でもう大きくなったけど育児本っていうのがいっぱいあったんだけど、もう育児本は卒業しちゃったからときめいたんですよね。ラーメン本はときめくんだよ。だからときめくものっていう服でも何でも、うん、残しといて、やはり服っていうのは1年間着ないものっていうのはもう全部捨てちゃうような感じに今してるかなっていうのが、だから1年基準に、自分を考えた方がいいかなと思う。なるほど、なるほど。
じゃあ水木さん、はい、私は迷ったものは全部捨てちゃう特に同じようなものは捨てた方がいいかなって、うんうんうん、なんかなんだろうな服とかもさ、うん、例えば黒のスカート何着も何着も同じような持ってても、うん、いいでしょ1個でみたいなの、うん、そうあのねなんか服ってさ捨てれない、うん、なんかすっごい私の家いっぱいあるんだけど、うん、まあでも確かにねなんかこうやっていろんなお仕事ね、うん、あのニコ生出たりとかしてると服っていうのは確かに溜まっていくんだけど、まあ私どっちかっていうとねあんまり捨てられなくて悩まない女の子でもオークションってのあるじゃん最近、オークション、オークション、そういうの来たんですけど、ね、確かに、うん、オークションいいですね、うん、確かに、うんうん、やってみたい、そうそう、うん、そうだからなんかあんまりそのどっちかというと物が少ないんで、うんうん、あじゃあすごい、そう結構すぐ捨てちゃって、うん、むしろあれどこやったかなって言って捨ててたみたいなのがよくあるんだけど、だからなんかあんまそういう風に悩んだことがないけど、基本だから私は多分迷ったものはすぐ捨ててる、うん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 、今実家は自分の部屋あるの？あ自分の部屋あります。でもやっぱ物は結構少ないですね。だから本とかもあんまり持ってないです。あそっか、うん、なんだろうな、いやだからみんな捨てましょうってことですよ、うん、ね、そうだね、捨てない、うん、捨てない過去はね、過去は捨てた方がいいよ、うん、いやいや深くなりましたらいけない、厳しい、一枚は取っといて、気分は捨てた方がいいと思うよ、うんうん、そう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 、うん、ね、うん、確かに、じゃあこれはやりましょうか、はい、やりましょう、やりますか、アンケート、アンケート、じゃあはいはい、お願いします。オークションとかやってみたいですね。なんかやったことない、うん、私もない、オークションいいんじゃない、ね、うん、すごく、いや教会とか、うん、でもできると思うし、あだっていやでもすっごい来てる何でもフェニックスオープンあるじゃん、フェニックスオープンの中で、そう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 、えでもそんななんか失礼じゃないですか、なんでなんかいらないものをどうぞみたいな、なんか知ってる方に渡すのちょっとなんか、いやオークションすごいよ、え、そうなんですか、1万円、3万円とかもう、本当に、いやもう、私ゼロ円でいっそ、あーやばい、私またゼロだ、1位はエリちゃん、すごい、さすが、今のはね、エリちゃん圧勝だと思った、私も私、オール3着ですよオール3着、麻雀と一緒っす、麻雀それまずいよ、麻雀と一緒オール3着、エリちゃん3ポイント、わーい、わーい、どこら辺に貼る、あっ猫、かわいい、かわいい、あと1個、じゃあ手とかに、手で、久我先生が、はい、もうどこでもいいですよ、メガネで、メガネ、さっきそういう風に言われて、メガネでもいいよって、うん、いいよ、うん、え、そんなん言われたら絶対入りますよ絶対入りますよ、言われたら、いや、はい、すごい、ちいちゃん3ポイント、あ、3ポイントじゃない、3位なんで、1ポイント、どこに貼ってくれますか、どこがいい、いや、わかんないです、どこでも、どうぞ、じゃあ、はい、じゃあこの辺で、服で、はい、はい、着きました、じゃあ私は安定のゼロでした、安定のゼロ全部多いの、そう、全部多いですよ、全然お悩み解決できないっていう室長なんですよ私、接戦ですこれ、はいあ、ね、今日は一番負けたら何するっていう感じで決めてるの、あ、そうなんですよ、うんうん、まだ、うん、いつも番組中に罰ゲームを皆さんから募集してるんですよ、うん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 、最近は、うん、なので、うん、また、募集しますか、はい、この番組中コメントで皆さんしてほしい罰ゲームを送ってください、書いてくださいお待ちしてます、多分まあまあ私かちーちゃんな気がしますね今のところ、やばい、やばい、大丈夫だよね、大丈夫です、うん、まだ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 全然、まだまだまだ、なんでどんどん行きましょう、じゃあどんどん行きましょう、いきます、お名前しこなべさん、男性の方です、相談内容、え、あ、どうぞいろいろ書いて、はい、すいません、どうぞ、なんかいろいろある、本当だ、
相談内容、みぞえプロ、久我さん、みずきプロ、夏目プロ、はい、こんばんは。こんばんは。早速ですが質問です。女心が分かるようになるにはどうしたらいいですか？女心が、え、それだけ？もうこれだけです。え、難しいな。それだけ？え、久我先生結構なんかそういうの得意じゃないですか？なんで？女心任せろみたいな感じで言ってたじゃないですか。そんなことないよ。何でも任せろ、恋愛相談任せろって言ってたじゃないですか。どうしようかな。いや、女心が分かるようになるにはどうしたらいいか、はい、え、難しいね。なんかそれ、なんかシチュエーションとかがあればね、あれなんだけど。女心と秋の空って言いません？言う。あ、変わりやすいってこと？あれ違う、変わりやすいって聞いたことあります。私、女心が分かるようになるには、いや、なんで書いてるんですか？もうちょっと待って、分かんない。我ら女の子なはずなのに。なのに。女の子だからわからない。女の子でもさ、いろんなさ性格があるからさ。あ、そうだよね。わかんないよね。うん、まあね。確かに。どうしよう。そうだね。人それぞれだけどね。ね、あ、ちょっと待って。いや、難しいな。でも人には絶対あるからさ、これは。女心が全然わかんない。だってスラスラ書いてるんだもん、隣で。いや、そんなことないよ、そんなことない。どうしよう。何ですか？女心が分かるようになるには、難しい。あ、なんかシール落ちた。先生がすごい、もう黙々とめっちゃ書いてる。すごいな、目がシールついてる。かわいい。面白い映画。いや、なんですかね。こういう系本当に苦手だわ、どうしよう。どういう系が得意なの？確かに言ってみたけど、なんだろう、真面目な質問とか結構真面目に。恋愛真面目にする方？どういうことですか？真面目にしますよね。いやすぐ好きになるとかさ、それともいろんな感じでそういう恋愛とか好きっていう気持ちを貯めてる派とかさ。いや、むしろあんまり好きになる。あんまり好きにならない。いや、この前、手相占いに行ったんですよ、新年に。でそしたら、手相を見てもらって、やっぱ結婚そろそろね、私もう28歳なんで、そろそろやっぱ気になるお年頃なんでね、結婚いつぐらいになりそうですかってその人に聞いたら、結婚線ってここら辺にあるらしいんですよ、小指とこのここの間に。でね、なんかこう、ペンライトとか照らして、うっすうっすみたいな感じで。そんな薄いの？ないんだけど。え、見て。え、でもこれいっぱい線ない？これシワ、シワ。いや、りんちゃんこれシワ。これね、いっぱいあるの浮気線なんだよ。え、浮気線なの？本当でしょ？いや、本当だよ、それ。え、私2本あるんですけど。じゃあ、2回結婚するの？え、だからなんかそれで、うっす、31、みたいなこと言われて、とりあえずちょっと結婚できるのがめっちゃ不安になったっていうね。新年早々もう。でもね、昔はあったのって言ったら 2,3 年前ぐらいまでここにちゃんと線があったんだけど、なんかね、気づいたらなくなってたの。手相って変わるっていうし。変わるね。今期逃したのかな。そんなことほんと、なんかもう新年から無理に結婚する必要ないって。あ、ちょっと書いてないし、もう話すのに夢中で書いてない。女心が分かるようになるよね。女心分かるようになるには、難しいですね。できました。よし、カメラの翔くんに聞かせてあげて。ん？ん？ね、いろんな方が立つくんだけどね。女心をね。女心ね。よし、できた。できました？皆さん。できました。できたよ。はい。じゃあ、一斉ので、はい。エリちゃんから、エリちゃんに行きました。誰から行っちゃう？じゃあ、ちーちゃんからにします？はいはい、じゃあちーちゃん。合コンをする。やっぱお酒の席だと、
みんな話すと思うんですよね、うん、こうオープンに、うん、あ、そうね、そう、そういう気にたくさん話をして、うん、その人のことを知っていけば、うん、その女の子女の子に合わせてなんかね接し方も慣れて うん、いくんじゃないかなと。場数を踏め的な感じ。そうですね。なんかそういうことにした。場数を踏め。場、うんうん、数を踏め、はい。飲み会をして場数を踏め。うんうん。なるほど。はい。はい。じゃあ次は私。ですね、皆さん知らないと思うんですけど、女の子はサプライズが好きなんですよ。なので、うんうん、お誕生日とか、お誕生日とかに、例えばまだ付き合ってなかったら、なんか、お誕生日プレゼントを渡すとか、なんでもいいんですよ。びっくりするんですよ、女の子。付き合ってなくて誕生日プレゼント渡すの？いや、誕生日知ってたら渡すでしょ。なるほどね。渡しても大丈夫ですよ。で、あともう一つ、豆さ。あのね、よく聞く、気が利く人っていうのは素敵ですよね。確かに。で、それで、それで、ちょっと待ってください。質問忘れちゃいました。お悩み忘れちゃった。女心を分かるにはどうすれば。女心を分かるためには、豆さが必要ですよ、皆さん。そう、だから、サプライズと豆を、頭に入れておいたら、女心を多分、つかめます。分かると思います。はい、なるほど、以上。ありがとうございます。はい、はい、じゃ久我先生、はい、どうでしょう。僕はね、唯一の既婚経験者で、はい、離婚経験者で、はいはいはい、今2人目の嫁さんとも結婚っていうか2回目やって17年ぐらいなんだけど、うん、まずは女心はわからない。で、女の子も男心はわからない。でも中心は変な意味だけど、やはり男が女の人を大切にしてあげなきゃいけないかなっていうところがあると思うんで、はい、僕が前の嫁さんっていうのを彼女が愛してくれる2倍愛してたのね、はい、うん、でもそれで別れちゃって、うん、なんでっていうちょっと文句が出たらいろんな感じの知り合いに、じゃあ3倍愛せばいいじゃんっていうような感じで、だから相手の見返りとかそういうのは求めないで、まず男がなんか女心を分かるんだったら、相手の気持ちの3倍愛すことっていうのをが一番いいんじゃないかなっていう、そういうような感じで気持ちで、それでまあ喧嘩があったりとかいろいろするけど、結局悪いのはほとんど男だと思うから。え、そうなんですか。まずは相手の見返り考えないで3倍愛してみましょうっていうのが俺の結論かな。そしたら俺の心分かると思うよね、うん、素敵です、うん、いい、それでもうまくいくかどうか分からないけど、分からないけど、うんうん、いや、これはかっこいいですね。いいすごいね、うんうんうん、愛してますよ。やだキュンキュンみたいな、うんうん、やっぱ男の人に聞くのいいね、うん、いいね、うん、すごい。絶対これは女性からはね出ないです ね, ね、出ないよね、この意見は。確かに、うん、じゃあ水木さん。あ、私、はい、あ、女友達に聞くはてなるかな。はい、まあやっぱなんだろうな、わかんないよくわかんないですけど、まあ人に聞くことって大事だよ。そうだな。確かに確かに。そう、特にね、同性の子に聞くっていうのは大事なんじゃないかなと思います。ちょっとあんまよ、ちょっと自信ないですこれ本当に。僕が先生がいいこと言うよ、うんうん、ごめんごめんごめん、いいこと言い下げた。これ取りでよかった。本当だ、順番が。そうね、はい。じゃあ行きましょう。そうですね、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあこれも取りますか。お願いします。はい、じゃあアドバイス、誰のアドバイスが一番役に立ちましたか。久我先生かじゃないね、これはね。これはね、久我先生な気がする、ね、年輪ただの年輪
もうそろそろちょっと多分私とちいちゃんあれえぇ、ー女心分かるようになるにはっていう質問に答えましたよ。いや合コンできない男の子も多いんじゃない？あそうか、そういう時はあの、ね、ぜひねいろんな雀荘に行ってもらって、うん、女流さんとお話をするところから始めてみてはいかがですか。じゃあ先生3ポイントですね、はい、ありがとうございます。でもダントツだったね、半分以上、うんうん、びっくりした。私も3位だと思ったので、ね、うん、じゃあ下が2人かうるさい。でも室長、はい、だったよ。夏目も3位だと思いましたじゃあ3ポイントです。さっきも言ってたけど、だから喧嘩するんですかって言ったら喧嘩するよ。はいはい、いろんな文句を言うけどさ、うん、文句の2倍は、うん、女の人って、ね、褒めた方がいいよねっていうところある、ね、うん、あやっぱり褒めなきゃいけないな。私 2です。お願いします。2個も貼るんですか。はい私もなんかこうまだ全然貼ってないよね。顔に、はい、行きましょう、はい、ありがとうございます。もう1枚はどうしようかな。今年はシールまみれだ。何にしようかなあ、かわいいありがとうございます。やったー。いや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 、シール貼られるのはすごい嬉しいですね。うんまずいっすまずいですよ、これは。本音が出てきた。だんだん焦りが出てきました大丈夫。はい、じゃあ早速次ですね。どうしましょうかね、うん、室長どうしましょう。先生への質問、はい、何でもいいよ、うんうん、ああでもだから僕でもいいし、水木さんの質問でもいいし、どういうのがどういうタイプの人がね好みですかとかね、そういうのもいいじゃん、うん、じゃあこれにしましょう、ね、うん、お名前シャイニーさん、性別は男性の方です。皆さんこんばんは、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いきなり質問なんですが、うん、皆さんの麻雀をやり始めたきっかけは何でしょうか。ちなみに僕のやり始めたきっかけはゲームセンターにあったうさぎをやり始めたのがきっかけです。皆さんはどうでしょうか。 あと年末年始はどのように過ごされましたか。あです。はい、なるほど。これあれですね、これは普通に答えポイントつかないですね。ポイントつかないポイントつかないですね。お悩みじゃないですね。お悩みじゃないですね。じゃあ先生のは先生はなんだっけ、これ積み上げ麻雀を始めたきっかけ。僕が麻雀を始めたきっかけは今から43年前かな。いや、なるでしょ。あの僕は先生っておいくつなんですか。僕はもう58だよ。あと2年で還暦で。そう、へえ、うん、お父さんと同じぐらいでしょ。お父さんね、はい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 、はい、うちお父さんでも56です。56、じゃあ俺の方が2つ上かな。そうだね、ね、わお、うん、わお、私のお父さんも、うんうん、同じぐらいですね。えいちゃんとかちょっと言ってるんだっけ、うん、あ私むしろちょっと若い、50前半ですね。50前半、あ、私も50前半、ほーだって娘だよ、ね、昨日お母さん誕生日だった、だから43年前15歳の時、あの僕は鹿児島出身だったんで、はい、鹿児島ちょっと有名なあの中学高校があって、うんうん、まあラサールっていうところなんだけど、あーすごいよね、めっちゃ有名なやつ。そこはね全国からいろんな感じで来てて、かあの下宿があったりとか、はいはい、みんなお金持ちがちょっと多かったんで、自分たちでマンション住んでる人たちも多かった、3人とか4人で共同でっていうような感じで学校を通ってるっていうような感じのところがあって、そこであのみんな勉強しながら夜な夜な麻雀やってたんで、だから俺もそれにちょっと加わろうかなっていうような感じで、それで麻雀始めて、それが初めぐらいで、あとはもう
大学落ちちゃったんでそんなことばっかりやってんで、うん、東京の予備校に来てそこでも狂って狂って信じられないぐらい狂ってもうすごかったっていうような感じが始まりかな。そうなんですね、うん、あ相当昔だね。まあフリージャンスとか一件もない時だよ、うんうん、あ、そうなんだ。そう、その当時はもう全部セットマージャンとか常連客、はいはい、あ、でもうちのお父さんもそういう話してました。あ、そう、学生時代一緒にしようか。まあ、ぜひ見てください。多分すごい弱いと思うんですけど、うん、もうそういうので始めたね、俺はね。みずきさんはマージャン始めたきっかけは何ですか？わし大学の頃ですね。大学のわし今わしって酔っ払ってるんですよ。もう結構酔っ払ってる。私じゃないで、私は大学のサークルで教わりましたね。うん、当時あの4年生 の女性の方がやってたんですよ、麻雀を、うんうんうん、だから全然そのなんか男性がやるものっていうのも特になく気軽に入れた感じで、ただやっぱ女の子できる人いないから、なんか1年生でなんかできるか作りたいねみたいなことを言ってたのに、うん、たまたまこう一緒にいて教わってっていう感じですね、うん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 、それがきっかけで。あ、そうなんだ、うん、今では何年ぐらい、まあ、じゃあ初めてですか、うん、もう8年ぐらい、8年ぐらいか、はい、ノクショーがどれぐらい前だったっけ。ノクショー3年ぐらい、3年ぐらい前だと思うんですけど、うん、はい、うーん、結構プロになってすぐ、はい、そういう機会に恵まれて、はい、すごい。え、お二人は？私は、うんうん、私は当時大阪？はい、大阪でゲームセンターで働いてたんですよ。で、ゲームセンターで働いてた時にその麻雀のゲームがあって、うん、で、それみんなハマってて、うんうん、で、私その時麻雀あんまり本当ほぼ知らなくって、うんうん、で、そこでみんなに交じるためにその麻雀のゲームやったんですよ。で、でもわかんないなみたいな感じで。何歳ぐらいの時？どれぐらいだろう、18とかですかね、うんうん、で、それジャズ潰れちゃったんですよ。あ、じゃあそうじゃない、ゲーセン潰れちゃったんですよ、うん、で、次何にしようっていう時にマーチャンのアルバイト行ったんですよ。ほぼきついだ、そう、きつい。で、それでそのまま覚えました。え、じゃあマーチャンのアルバイトの時は、うん、あんまり知らなかったってこと？てか、ほぼ本当に知らない、役が数万個しか知らなかった。素晴らしい。その一番最初なの？タイヤをしか知らなかったってのは分かるけどね。その一番最初なんだね。ゲームセンターの人たちが、うん、あのセットしてたんですよね、その、はいはい、うん、友達、その家でみんなで、うん、で、そこでなんか数万個上がった人がいてて、うん、で、まあ全く知らないから、それが普通の役だと思ってたんですよ、うん、で、なるほど、で、マーチャンに入ってその役とか教えてもらうときに、うん、え、役満？これ役満？役満ってすごいって教えてもらうじゃないですか、うんうん、え、これ普通の手だと思ってたみたいな。え、知らなかったっていう、なんか本当に本当にもう何も知らないところからマーチャンに入りましたね。いわば東京がどれぐらい前に出てきたの？ね、7年、今7年目なんですよ、プロ。あ、そんなに？うん、が7年前に出てきました。うん、時々向こうに帰るって感じ？そうですね、うん、はい、うーん、時々向こうに帰ってます。そっかそっか、そうなんですよ。だからね、スワンコが役満っていうそういう高い手って知った時は本当にびっくりしました。うんうんうん、普通の手だと思ってたんで。今では分かることがいっぱいあるもんね。今となってはもうちゃんと理解してますけど、昔はそんな感じで、はい。ちーちゃんは？私は小さい頃、多分中学生ぐらいに話は聞いてたんです、うん、お父さんとお兄ちゃんが麻雀をやってて、うん、教えてもらってはいたんですけど、全然興味とかがその時なかったんで、うんうん、まあ、聞き流す程度みたいな、うん、で、まあ、3年前に東京に出てきて、うん、ふっと思い出して、あ、やろみたいな、
やろうと思って素晴らしい。私もマーチャオに入ったんです、うんうん、その時あの役が分かるぐらいで、ね、すごい入って1年アルバイトやって、うん、RMU に入って今に至るみたいな、うん、なのでそう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 全然なんで、なんでもう皆さんに比べたらもう全然始めたてほやほやですほやほや相当鍛えられた大丈夫初めて法中初めて法中した役満が役満ね役満、うん、初めて法中した役満がもうスーアンコウ短期の、うん、地獄待ちみたいなのに刺さったんです、うん、もう法中しちゃったんですよ、ね、もう泣きそうになったんですよ、うん、みたいな、うん、もうそれがね未だに忘れられないんですよ。ちょっと今なんか LINE で、うんうん、うちの妹がこの番組見てるって LINE が来たんです。妹さんちょっと待って手振った方がいいんじゃないですか、ね、妹さんに手振ってあげれば今大阪いやはい、はい、まさかのあもう皆さんもうみんなが代わりに答えてくれてますよ。妹さんこんばんはみたいな、ね、早く消せよどうしたもう仲良し仲良しですすごい仲良しなんですけど、うん、なんかアホみたい、アホそうやからしっかりしなよって似てるんですしっかりしなよって。妹さんと似てるんですか顔とか。可愛らしい。可愛いじゃんね。いいじゃないですか。たまたまつけたらしいんですけど、あそうびっくりした。たまたまつけてこの番組つけるのすごいですね。3個違い、3つ違いですね。はい、もうやめて、本当に早く消して恥ずかしいです恥ずかしいです。いやお母さんブログとかチェックとかしたりするんですよね。あそっか、うん、でも結構見てますよね親族両親とかね。お父さんお母さん応援してんの。はいそうですね今は。最初はやっぱ反対されましたけど、ね、麻雀プロって何みたいな、まず何をしてる人なのみたいな感じでやっぱ最初反対されたんですけど、うん、しかもその時は普通の仕事してたので、うん、それをやめてプロになるって言ったからやっぱね、うん、両親は反対したんですけど、うん、まあ今となっては本当応援してくれてて、ニコ生とか毎回見てますよ。あそう、それすごいね。そう、うん、ブログも見てるし、だから多分これも見てるんじゃないかな、かな、うちの両親も多分とはでもね、うん、嬉しいことですよね、うん、そうだな、うんうんうん、でも普段はね、うん、こんな感じでやってないんですよ。普段は麻雀打ってる時はちゃんとしっかりしてるんですよ。本当に、はい、ま、ね、本当ですよ。いやなんでこの番組見たかな。いやお酒飲んでますみたいなね。いやもう本当恥ずかしいな。大丈夫大丈夫大丈夫です大丈夫です。いきます？いきましょう。気を取り直していきますか。はい。ちょっとどっちがいいですか？どっちだでも。どっちがいい？あ、じゃあこっちにします。こっちにしましょう。はい。じゃあお名前テンさん、性別は男性の方です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。林室長、ルリカズ、はい、今いません。水木アドバイザー。皆さん、はい、2015年もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。お悩みは女性にプレゼントをします、うん、金額は3000円、うん、何が欲しいですか。あ具体的ですね。あなるほどね、はい、3000円以内で欲しいものは何ですか。でこれ久賀さんは何をあげたいですかにしますか。あそうですね、うん、3000円何をあげるか、はい、3000円以内で何をあげるか難しい。これ書くの？これは書かない。これは書きますか。書きますか。書きますか。せっかくなんで。だろうな。でも三千自分の意見だもんね。ちなんで？三千円か。なんだろう。彼女さんにあげるんですかね。私今3000円くらいですっごい欲しいものあるんですよね。私も結構ある欲しいの。これでも関係性で違いますよね多分。うん、そうなんだよね。統一させましょう。うん、統一させますか。
関係性、関係性ってよく分かんないんだけど、あの彼しか、うん、あこれ好きな女の子に渡すものか、すでに彼女に渡すか、うん、友達か、友達か、女性の友達かみたいな、うん、あれどうする、女流プロに渡すとかでもいいんじゃない、ああ、どうなんですかね、これ実そうなんですかね、なんだろうね、確かに人によってちょっと、人によって全然違うからな、うん、じゃあ、えちょっと待って、テンさんはどんな感じ、テンさんは女性にプレゼントをしますっていう感じなので、うん、あじゃ あこういう設定にしましょう、はい、はい、職場の女性、はい、はい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 、同僚、同僚ね、だ同僚にもらうんだったら何がいいかってことですよね、うん、そういうことですよね、で久我さんだったら、うん、同僚の女性の方に3000円以内で何をプレゼントしたいか、天杯全巻迷惑迷惑迷惑3000円で買えない迷惑、うん、なんだろうな、3000円ってなんだろうな、3000円か、職場って職場ですよね、でもそうですね、麻雀に絡めちゃいそうですよこれ、いや絡め、うん、どうした、あ欲しいもの見つかった、なんだろう、欲しいもの、そう私たち欲しいものになっちゃうんですよ、なんかそう、個人的に欲しいものになっちゃう、物欲がないんですよね、その何が欲しいかって言われると、はい、もらうと何でも嬉しくて何でもいいってなっちゃうんですよね私、あーうん、まあでも基本的にもらったものって何でも嬉しいですね、そうなんです、そうなんですよ、本当嬉しいんですよ、あの分かりますよそれ、うん、すごい分かります、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、え、なんでですか、なんでですか、なんでですか、大丈夫でしょ、審議入りますよ、3000円ぐらいでしょこれ、ドンキで買えば、まあ、確かに3000円がドンキには売ってるな、ドンキで買えば3000円でしょ、ちょっと多分字私プロなのにプロなのにタイっていう字が書けない、 すごいな、ね、なんだろう3000円ですよね、うーん、いやなんだろうな、これ絶対プロ試験落ちるな、私何回書け直すな、ちょっとちょっともう諦めました、難しかったです、あれまだルイちゃん書いてないよ、でもすごい悩んでるんですよ、欲しいもの、いや欲しいものがないとね逆に困るかもね、これってそっかないんですよ、ないんですよ、ちょっと、まあ、一人暮らし、まあそうです、作ったのはごめんな何が嬉しいかな、でもさ形に残るものと残らないものでさ、うん、好き嫌いも分かれるじゃん、うん、まあ、もう食べ物とかね、うん、食べちゃえばなくなるものがいいって人もいれば、そうじゃない人もいるし、難しいな、3000円あれば、うん、3000円、商品券商品券、現金とかも、いや、え、職場ですよね、職場ですよね、職場ですもん、はい、もう早く帰ってくださいよ、はい、すみません、室長からのいや、これで大丈夫です、いやもう、いやでも欲しいものはあるんですよ、これで大丈夫です、それを書けばいいんじゃないですか、3000円以内で収まんないとか、これで大丈夫です、これで大丈夫だと思う、え違う、何でもないです、何でもないです、大丈夫ですよ、違う、何でもないですよ、室長、え違う、室長、本当に、え違う、いや、え違う、いや大丈夫です、え合ってるでしょ、違う、あ室長は漢字の話をしてるんですね、そうそうそう、そう合ってるんでしょ、ちょっと違うような、違う、あれ合ってる、合ってますよ、まあまあ、ちょっと位置が違うけど、大丈夫、位置が違うね、大丈夫なんじゃない、うん、数字になってますよね、まあもういい、そのそのまま見せましょうね、それはい、数字になってる、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、もうすごい最近ハマってるんですよ、はい、この二人すごいですね、これね、あこいきます、はい、大丈夫ですか皆さん、はい、じゃあ一斉のでどう、俺は分かんないもんな、ラッチョマットラッチョマット、どう
ですか。うん、じゃあはい。あのね、はい、あんまり大切にされても困るの。確かに。だからはいはい、そしていろんな感じで飾ってくださいとかそういうのも困るし、うん、あとはもう食べ物とか飲み物とかそういうようなのもまた変だし、うん、あんまり自分で買わないものっていうのを選びたかったのね。だから女の子っていうのは自分でそんなランチョンマットとか選ばないじゃん、うんうん、確かに、うん、ランチョンマットって感じでしたからね、うん、だからそれで選んでちょっと使ってちょっと捨ててもいいしっていうそういう軽いものの方が逆に相手っていうのは喜ぶんじゃないかなっていうところは俺の中に男の中にあるよね、うんうん、あ確かに。そう、選ばなさそうでいらなさそうで、うんうん、あったら嬉しいものみたいな。そう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 、そういう感じで書いたんだけど。あ、書き直したい。いやそういう感じかなと僕が思ったんだけで。確かに。そう、3000でしょ。うん、3000です。うん、いいと思います。女の子にね、こうゲストに行くんですけれども、そういう男の人たちに何をプレゼントしたらいい、持って行ったらいいですか、うん、とか商品とかそういうのでいいですかというような感じで聞かれることもよくあるんだけど、うん、やっぱり自分の写真を入れたら写真立てを上げなった方がいいんじゃないとかさ、そういう感じのことをしてるんだけど、また男と女は逆だからね、まあ僕の答えはこういう感じです。だです、うん、ですそれで思ったんですけど、ハンカチとかタオルとか良さそう、うん、それもあるんだよね、うんうんうん、確かに。はい、はい、じゃあエリちゃん行きましょうか。私なんかただ欲しいものになっちゃったんですけど、それ、うん、ハンドクリームが欲しいですね、うん、この時期特に乾燥するんで、うんうん、エリちゃん、私もこの間すごいいい匂いのハンドクリーム持ってた。ああ、うん、そうそうそう、あれもすごいお気に入りで、うん、それもなんかそれは自分で買ったやつなんだけど、うん、元はそのなんかジャンソーに来ていただいて差し入れしていただいたものなんだよね、うんうんうん、それをずっとリピートしてる感じ、うんうん、だからなんか、まあ、できればやっぱ消耗品、うんうんうん、なんか日常使えるものがいいなと思って。ハンドクリームはかなりいいですよね。ハンドクリームなんかいろんな人が使えるかな。おすすめです。なんか相当種類あるの？いや、めっちゃあります。いや、いいやつとかは、うん、そういうの、うんうん、でも大体どこも3000円出せば大体買える。そう、2個ぐらい買えるの。結構ちょっと高いんですよね、いいハンドクリーム。そうそうそう、うん、確かに結構高い、ね、あ、これ参考になるかもね、うん、いいです。なんか女子力の違いを見ましたね。こんなに自由じゃん、めちゃ来たみたいな。いや、でもなんか違いますね、ちょっとね、はい、違う、ここから別世界に入りますね、ここから別世界に入りますね。違う、どっちから行く？ハッピーターンって何？はい、え、はい、職場の方からっていうのだったので、今麻雀のお仕事してるんで、同僚の方からだったら、今ちょっと麻雀勉強してるところなので、こうたくさんのね、いろんな方のお話を聞きたいので、麻雀の本と余ったお金でハッピーターン。ハッピーターンのハッピーターン。大好き、全部使い切るみたいな、ね、でも麻雀の本そうだね、1500円ぐらいだからね。そう。残りはハッピーターンでくれる、うん、ハッピーターンいっぱいだね。まだ読んでなくて欲しい本とかあるの？最近読んだことある？いっぱい読んだ？結構、あ、でもびっくりした。5冊、5、6冊は持ってて、そう、はい、持ってるんですけど、え、ちょっとなんで、何シリが話してたよ。シリが話してた。RMU 関係の人がみんな読んだ？大井さんの戦術本持ってます。河野くんの、河野さんのの面白いよ。河野さんの、うん、もう絶版かもしれないけど、いや、ほんと面白いよ。読みたいです。お願いします。読みたいです。はいはい。それで、はい、私はですね、はい、ちょっと恥ずかしい、この流れてくるの恥ずかしい。麻雀パイです。もういくつもパイって書いてあるこれは、これはまずこちらのパイは、うん、夏目ちーちゃんが書いたんですよ。で、私まず麻雀パイのパイをちょっとプロとしてちゃんと漢字で書かないといけないと思って
こうだろこうだろみたいな感じで書いたんですよね。で正解は多分 これとこれで合ってると思います。もうちょっと話さなきゃね。ほら室長、うん、4って書いてあります。で 4ではない。え、気持ちは4じゃないですよ。気持ちは4じゃないですよ。あのちょっとこんな感じね。私毛筆やってたんで。何が？でですね、なんでこれかというと、私今麻雀牌持ってないんですよ。あら。でまあドンキで3000円ぐらいだと麻雀牌買えるかなと思って。こたつはあるの？こたつないですね。じゃあ麻雀牌どこで？麻雀。いやでも私は麻雀をしたいわけじゃなくて、あの麻雀の勉強で麻雀牌使いたいんで。よくわからないな。え、でもすぐ広げられるじゃないですか。ん？え、麻雀牌。うん。いや麻雀するのはこたついると思いますけど、麻雀の勉強するだけだとこたつはいらなくないですか？手でそういう畳とかそういうフローリングのところで。はいはいはい。うーん、ダメですかね。フローリングというか、まあ灰ぐらい、灰さえあれば大丈夫かな的な。ああ、そっか。はい。いやでもそんな久我先生みたいな大きい家に住んでないんですよ。だってまあね、こたつがあったらその上マット引いてっていうような感じで、うん、僕は本当にいつもやったんだよ。本当にもう積んであれしてっていうのは自分で。だから普通はあのこう自分でフリージャンソーに行って東海とか拾わないといけないけど、もうどうしてもできない時っていうのはもう自分で作んないといけないから、いろんな感じで手積みっていうような感じで全部やってるから、やはりこたつぐらい買った方がいいと思うよ。でもこたつぐらいの大きさのテーブルがあってそれがねちょっとね本当に狭いんですよね家が。あ、そうか。そうなんですよ。本当ね、家がもうちょっとあと一部屋あればいいんですけどね。うん、自宅だったらできるかもね、ちょっとね。そうですね。だから麻雀牌さえあればいいかなって私は思ってます。麻雀牌じゃない、麻雀だったら麻雀カードでもいいよね。トランプ、ね。てかあの書いちゃダメなの？なんかこうやってさ、なんかこう一二三三みたいな。え、ちょっとなんかよくあるじゃん。ただ数万欲しいみたいな時あるでしょ。数万数万書けばいいじゃんこうやって読んでさ。ちょっとそんなそんな寂しいこと言わないで。こういうのダメなの？いやダメ、そういうこういう感じの。ちゃんと見えない。ちゃんと範囲に触りたいんです。あ、それないね。こういうのね。あ、そっかそっか。はい、触りたい。じゃあ、はい、じゃあ、アンケート取りましょうよ、皆さん。はい。じゃあ、この中で誰のアドバイスが役に立ちましたか？ちょっと、先生。久我先生、ランチョンマットです。ランチョンマット。ランチョンマット。私、麻雀牌です。いや、もうこれ、本当に忘れないでほしいです。職場の人ですよ、職場の人。そうですよ、私も職場の人っていう考え。そうですよ、まあまあ。まあでもね、うわ、うわ、あ、たっか、来た、やば、お、もうプレゼント、プレゼント集まるんじゃない？えいちゃん三ポイント、えいちゃんトップの、リンリンに勝ったよ、来た、ちーちゃん三ですね、いやいや二着ですやん、二着です私、そう、もう、じゃあまずえりちゃんに三ポイントですね、ここら辺、あ、ごめん、すごいシールいっぱい。はい、シールめっちゃいっぱいなんだけどえ、嫌なの？いいの？ありがとう、ありがとう。じゃあ貼らないよ。はい、じゃあ3ポイントです。やったー。で先生が1ポイントですね。はい、1ポイント。はい、でもすごいいっぱい、あとでかわいい、かわいいかわいいです。じゃあ、ちーちゃん1ポイントですね。2ポイントです。ごめんなさい、ごめんなさい、動揺しちゃいました。動揺ですか？動揺しちゃいました。あの、親が見てるってことで動揺しちゃいました。妹じゃなくて、ね、そう、妹と親が見てるんです。お母さんが見てるんです。どっち、大丈夫じゃない？ね、はい、なんか言うことない？お母さんのところも、そうそうそう、ちゃんとやってますとかさ。いや、こう、なんかあの、こんな感じなんですけど、私はちゃんと真面目にやってますんで、応援してください。はい、以上です。ちょっと涙目ね。はい、涙目、涙目、びっくりしてます。今日でお兄ちゃんだっけ？妹が一人、
妹2人、はい、あ、そうです、ね、姉妹で姉妹で、はい、長女です。えんちゃんも私は、お兄ちゃんがいます。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃんもすごいいじめられてましたね、お兄ちゃんに。え、そうなの？そんな感じなの？もう結婚して？まだ結婚してます。あ、そう、今月子供が、あ、そう、本当におばになるんです、私。そこんな若いのにおばになってしまうんですね。君の子供どうなの？欲しいっていう、欲しくないっていうの？子供欲しいです。まあ、特にあんま意識したことないですね。うん、あ、欲しい、欲しいです。あ、そうか、うん、機会があれば、まあ、早く作った方がね、もう大変だけどね。はい、ちょっとね、この質問を読みたいんです、うん、いいよ。トトリ先生、28歳、はい、性別は男性の方です、うん、相談内容、天方位なんですが、どうやっても彼女ができません。本人ですか、どうですか。このままだと独り身のままもうすぐ30歳になってしまいます、うん、僕はどうすればいいんでしょうか、助けてください。あれ、なんか一瞬二重になりますって書いてなります。大丈夫です、大丈夫です。ピンチ、あと10分ぐらいです。え、うん、これも採点のあれで、天方位なんですが彼女できませんって。いや、本人さんいますよ。そうですね。え、朝ピンさんですか。噂によるとですね、はい、朝ピンさんです。朝ピンさん見てくれてるんですね、はい、ありがとうございます。先ほど情報が入りまして。はい、天方位、どうやっても彼女ができません。いや、できるって難しいですよ。でも、でも結構朝ピンさんってさ、うん、イケメンじゃないですか。うんうんうん、イケメンだよ。そうですよね、うん、なんかダメなところがあるんですかね。うん、噂だと部屋が汚いって。部屋が汚い、うん、ああ、それはダメですね。それはダメ。コミュ障なんじゃない。コミュ障っていうのは有名だよね。コミュ障、あ、そうなんですか。いや、そうなんですか。ちなみにこれちなみにこれラスト問題だから。ラスト問題だ、はい、あ、そう、そう、あ、そうです、そうです、ラスト問題なので。どうしよう、シール確認します。あ、そうですね、まだ罰ゲームが決まってないので。そうですね、なんですけど、私何枚 ?1、2、3、4、 私5枚あります。マジか。ん ?5 枚 ?1、2、3、4、5。 5? 私5枚あります。これは私と私、ここと3、4、5、5なんで5対5。はい、エリちゃんは8かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9だ。おでこあった。あ、おでこ。久田先生も9枚、はい、え、先生もっとないですか。1、2、3、4、5、6、7、8、あ、じゃあでも運営、9、10、10、あれ、運営さんが数えてくれます。10、10、5、5です。え、水木さん10個ありますね。落ちた落ちた。どっかに落ちた。ボードのはカウント。あ、これそう、落ちたからここに貼っといたんだ。はい、そう、10、10、5、5ってことは私とちえちゃんの勝負になりますね。罰ゲームどうしますか。そうですね、罰ゲームはそろ決めときます。あ、終わってからにしましょう。なんかドキドキ、コメント来てました。良さそうなやつ。ね、逆立ち、鼻から牛乳。それどうやって。ちち卓球とか来てますね。妹に電話って。あ、いいんじゃない。え、じゃあ水江さんが負けたら妹さんに電話しましょう。あ、いいね。番組。あ、そうですね。ね、まあ、負けたらしますよ。こう、私どうし。誰ですか、負けたら。お兄ちゃんに電話。身内に電話。身内に電話。身内 RMU でもいいんじゃない。ルリカさんに電話するとか。あ、でも風邪ひいてるし。どうなっちゃったんだろうね、彼女。え、何ですか。高春。高春に電話できてる。高春に電話。まだいるんじゃない。しますね、まだいないか。もういないんじゃないですか、多分。さすがに。じゃあ、おいさん、おいさんでいいですか。おいさんでいいですか。RMU の、ね、じゃあ
私が負けたら妹に電話で、でちいちゃんが負けたらお医さんに電話、はい、ってことで、はい、ね、今日のゲームはこうなってます。はい、テンフォーイなんですが、どうやっても彼女ができません。僕はどうすればいいんでしょうか。助けてください。テンフォーイなんで、テンフォーイは関係ないと思うんですよね、うん、なるほど。いや、ちょっと待ってください。よくないですよ、ちいちゃんに罰ゲームさせようって。ちいちゃんに罰ゲームさせよう、これね、代表に電話をかけるってあれですよ、結構勇気いりますよ、うん、それ確かに勇気、何喋るかも困るしね。あ、はいみたいな。うちらの五十嵐さんに電話すると思うんですよ。嫌なの、嫌なの、緊張するじゃないですか。嫌じゃないけど、何言うみたいな感じ、何って言われた。何言う、なんだろう、僕はどうすればいいんでしょうか、助けてください。分かった、一人耳のままもうすぐ30歳になってしまいます。僕はどうすればいいんでしょうか、助けてください。カミング禁止やで。いや難しいな、これどうすればいいんでしょうか。なんでみんなそんなスラスラ、ね、そんなスラスラ書けるんだろう。同性から質問とか受けたことない？私彼女できないんだけど、いや彼氏できないんだけど、うん、どうすればいいのかなとか、そういうのない？あります。あ、でもそしたら、うん、その子の、うん、まあなんか悪いところとかを、うん、悪いところ、そう、多分部屋片付ければみたいな。あそういうのじゃないですか。でも天保医ってとこ生かしたいんですよね。あ、そう。いや、これでもいや、ダメだ、出てこない、出てこないですね、どうしよう。どうしよう。いや、でもね、アスピンさんだったらすぐできると思うんですよね、私は。ね、そうだよね、うん、何がダメなんだ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、そのままでいいと思うんだけどな。私、アサピンさんお会いしたことないんですよね。いや、私ないの。あ、そう、うん、ないの。ないです、ないです。なくて書くのっての難しいよね。難しいですね、確かに。えいちゃんは何かあった？あ、会ったことあります。はい、何度もお会いしてます。どんな方なんですか。うん、すごいいい人ですよ、でも、うん、本当に、うん、お兄ちゃんもいい人だけどね。あ、そうですよね。そう、すごいいい人、うん、知ってんの。私この間、うん、あのお兄さんが、あの私テンホ4段になったんですよ、うん、でその時にあのテンホ4段になったよっていうことを、うん、あのツイッターとかブログとかに書いたら、うん、お兄さんがリツイートしてくれました。なんかシーンとなってるね。いや、ちょっとマジで悩んでるのか。かけてないもん、俺。ガチですよ。かけてない。ガチです。ちょっと待って。でもね、アサピンさんの気持ちが私すごいわかるの。え？いや、なんか私も人と話すの結構苦手だし、うん、なんかこう、うんうんうん、だからね、いや、むしろみんなの答えをすごい聞きたい、これは。どうしたらいいんだろう、これ。これ。なんかアサピンさんと話したことはあるんだけど、うん、なんか果たして目があったかどうかがね、定かではない。できました、私も一応できました。ちょっと待って、じゃあちょっと待って。どうしよう。はい。ちょっと待って。天王位だもんね、天王位だもんね。そう、天王位大事だよ。大事？うん。じゃあアサピンがエリちゃん付き合ってくださいっていう風に言った時にどうすれば付き合ってあげるっていうのがね、そういうのでもいいよね。確かに確かに、ごめんなさい、じゃあ困るじゃん。
そこら辺はじゃあおいおい、これがこの回答発表し終わった後にね。じゃあ、はいはい、じゃあそうですね、じゃあ一斉のでいきますか、うん、じゃあ一斉のでドン。マチコンなんかと思った、ま、マチコンです。もう絶対そういうのに負ける気しない。え？じゃあ自信があった先生からいきましょうか。うーん、僕もあのずーっと若い時っていうか、まあ18から、あ、18から、まあ今までっていうように、あの彼女よりマージャンの方が数ランク上だったのね。はいはい、すごく、だからもう、まね、こういろんな感じで付き合いっていうのはそんな少なくて、マージャンばっかりの時あったんだけど、時々ほっ本当にね、あの好きな子ができると、うん、もう麻雀よりもそっちの方かなっていう感じのところがいつかは来るんだよ、うん、だから今まだあの天方位は誰ができればいいなっていう感じだから、はい、そうじゃなくてもうちょっと一人に絞るっていうような感じで、本当にドキドキする女の子っていうのっていうのをもうちょっとターゲットをストライクゾーンっていうのを狭めるべきかなっていうところがあるよね。まだ彼は待ってる状態と思うので、はい、もうちょっと、うん、この子がいいかなっていうような感じの、もうちょっと狭めたら、そのうち、うん、あの麻雀しながらも彼女のことを思ったらドキドキするような感じっていうのができてくるかもしれないなと思うんで、だからもうちょっと一人に絞るっていうことね。あともうちょっといろんな世の中の女の人をあの知った方がいいと思うんで、うん、一緒に飲みに行きましょうってそういうの付け加えたり、ね、もういろんな、うん、いろんな人っていうの多いんでって、一緒に飲みに行ってよ、うん、教えてあげるよって、そう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 、うんうん、こういう人もいるよっていう、世の中いっぱいいるよって、うん、はい、はい、じゃあどうしましょう、えっちゃん弟子を作る、何それ弟子を弟子を作るなら彼女ができるのか、いや、なんだけどでもやっぱアサピンさんってすごい麻雀好きだと思うんですよ、うん、多分ね、そうだから麻雀をしつつしかも彼女も作りたいってなった時に、うん、なんか人間ってね、なんかこうそばにいる人を好きになるっていうのがなんかあるらしいのっていうのをテレビで見たの、なんか近い人ほど好きになるっていうのを聞いたことがあるから、うん、やっぱ麻雀好きな女の子で麻雀に理解がある女の子、うん、でしかもやっぱ麻雀上手かったらかっこいいじゃないですか、天方位だし、うんうん、だからそれでもう天方位っていうだけで多分尊敬の対象になると思うし、うん、だからなんかこう積極的に女の子に麻雀を教えればいいんじゃないかと思います、もう自信持って、うん、うん、なるほど、なんかよく聞こえてきたうまいこと言った感じがある、うん、はいはい、どうしましょう、じゃあ、いやいや、これね、適当って夏目適当って夏目適当って言われてますけど、はい、あのさっきコミュニケーションね、コミショーなんじゃないかみたいな話をされてたので、うん、あの最近私出たことないですよ、参加したことないですけど、うん、最近のマチコンは本当に気軽にみんなで大勢でワイワイお酒がお酒を飲んだりご飯を食べたりっていう、こう気軽にできるものみたいなので、うん、そういうところではやっぱりね、気軽に参加してもらって気軽な感じでお話をしてもらって、そこでね、たまたま麻雀やってますみたいな女の子がいたら意気投合できるかもしれないですし、他の趣味で、まあ、あったらそれでね、意気投合できたらそれはそれで素敵なことだと思うので、ちょっと一個言っていいかな、あれですか、あのね、どうですか、あのね、コミュ障にとってね、知らないの本当無理だからえ、そうなんですか、本当知らない人と話すとか無理だしそうそうそうだったのか、そう、あのね、コミュ障はダメだよ、こういうのは多分ダメですか、その場にいるだけでも違います、そんなことないですか、だってさ、しかもさ、一人とかで行ってさ、うん、誰にも話しかけられなくてさ、あ、どうしようどうしようみたいになるんだよどうしようどうしよう、確かに確かに、まあそのマチコンに来る女の子がどういう子かはわからないけど、うんうん、女の子から積極的に話すイメージはあんまりないのね、やっぱ男の人がこう行くかなってイメージがあるから、うん、それはね、できないよ、これはまずいよ、コミュ障はダメだよできないよそれダメでした、アンケートの前にダメって言われてる大井さん、うん、
準備しといてください。もうさん準備よろしくお願いします。ちょっと携帯持っててください。じゃあ行きますよ。私はですね、アサビンさんはそのコミュ障的な性格があると思うんで積極的さが足りないと思うんですよね。で積極的に推しが足りないと思うので、そこは麻雀で牌を切るように押してください。以上です。これいい勝負ありますよ、室長。まずさ、アサピンにさ、はい、そういう女の子といろんな感じで喋らせる場っていうのを作ってあげるのが一番だよね。そうですね、うん、だからもうそういう接する場所がないんで話せないと思うのね。比較が、この女性っていうのは僕のタイプかな、このタイプかなっていうようのがないんで、うんうん、ある程度だから今度こっちに来たらみんなで飲んであげようよ。そうですね、うん、そう金持ちでいいからね、うん、飲みないわね。うん、そうしたらあこの子可愛いなとかこういうとこはいいなって、だんだん女性が分かってくるようになるっていう感じ。なんかワイワイ喋れる感じで付き合ってくださいって言ったらどうする。いやちょっとそれはちょっとそれはちょっとじゃそういうわけじゃないんですけどね。はい、まだアサピンさんのこと知らないんで。そうだね、まだ一回会ったことないんだよね、二、はい、人ね。ないですね。辛いよね、うん。でも今日すごい面白かったです、アサピンさん。あ、そう。麻雀の話してると思ったら、うん、あのぷよぷよのゲームの話だった。うん。ぷよぷよ書いて思わず突っ込んじゃいました。うん。へえ。さあ、はい、ではそうですね、最終最終のアドバイス、誰のが一番役に立ちましたか。いやどうかなこれいい勝負って書いてますよ。あ、いい勝負ですって。まだかまだかまだかな、せめて高春って来てるよ。やばい、それはそれは妹って来てる。ちょっと待って、そういうので決めたらダメです。あ、あ、やったー、やったどうしよう。やりましたよ、やりましたよ妹。ちょっとラス会議、ラス会議しましたよ。これがねプロ雀士ですよ。喜ばれてる。これ今からですか。そうですね、うん、そうだね、行きましょうか。さすが多いプレイヤーね、さすがですね、やったるで多いさんの人気やこれ。今まだ食事してんのかな、どっかで。どうなんですかね、分からないです。設立リーグ終わった後ですけどね。じゃあ今から大丈夫今からあマイクにマイクに近づけて出るかな。うん、確かにそれありますよね。これ LINE 電話でいいですか。うん。いやー、聞き慣れた音もういいね。出るかな、出るかな。これ出ないんじゃないかな。出ないですね。出ないかな。やめて、大井さん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 見てくれてたら絶対出ると思うんですよね。うん、でもさっきは挨拶したんです、さっきのリーグ戦に行った時に、うん、出ませんよ。じゃあ FBK に行って書いてる、河野さんにって書いてる。ちょっとこれは出ない。普通の電話は、普通の電話も出ないか。普通の電話します。普通の電話、電話番号これ知らないまでありますよこれ。知らないあー、出ませんでした。出なかった。今コーナー見せたよね、このコーナー。あれ電話します。本当ですか。すごい、まさか久賀先生から電話出るかな。出なかったね、大井さん。もう出なかったね。アサピンさんに電話とか言って、アサピンさんの電話番号知らないです。みんな知らないんじゃない。じゃあアサピン出るかな。え、誰かけてるんですか。河野くん。河野
野さん。違う河野くんだったらどうしよう。決まった。出ないな。お仕事中じゃないですか、ね。うん、そうですね。みんな忙しいですね。うんうん、ただ出ないになることができませんって言われてる。みんな出ないですね。出れない。出れそうな人誰かいる？ですね、じゃあもうしょうがないからね。妹に電話するしかない。そう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 。すみません。見てるって言ってるからね。そう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 。すみません。ね？変わってあげるよ。え？うん。いいじゃない？その。え？なんで？かけましょうかけましょう。うん、え？嘘でしょ。本当です。本当です。ちょっと待ってよ、もう見てないと思うんですよね。見てなかったパターンを考えて次のね候補あれですか。そうですよ、罰ゲームはちーちゃんですよ、ちょっと待って。そんな出るかな妹さん。出たらどうしよう。もうこっちだっていきなりもうなんかいきなりそんな感じでした。誰か一人出したいね。いや出したいですね。うん、誰かいますか。マーレムユーゴーさんとか。あ、私ですかやっぱり。ゴーさん松ヶ瀬さん来てます。ゴーさん松ヶ瀬さん松ヶ瀬さん結構ゴーさんか松ヶ瀬さんにしようよ。そうだね。えって書いて、えって書いて、ゴーさんの顔でえって書いて、かわいい。アクスはもうほとんど一緒にいるもんね。ね、でも言うこと決めようよ。今年の抱負教えてくださいとか。ああ、そうですね。せっかくだし電話して。じゃあどうしようかな。松ヶ瀬さん攻めます。はい、だいぶ攻めました。だいぶ攻めましたね。だいぶ攻めますよ。緊張します。あ、ちなみに松ヶ瀬さん来月お悩み相談室に出てくれるんですよ。はい、お、そうなんですか。なんかどんな答えするんだろうね。なんか楽しみ。私もお話ししたことなくって、うん、すごい楽しみ。あのすごい面白い方ですよ松ヶ瀬さん。うん、でも動画とかのイメージがどうもあるから、ね、そう、あのなんかね、これのイメージがこれのイメージがねこれのイメージがすごいですよ。こっちもみんな見慣れましたよ。慣れないね。もしかしたらね、出てほしい打ち上げかもしれないですね。してるかもしれないですね。うん、寂しい最後になりそうだ ね。誰も出ない。次行こう。次行きます。ちょっとこれ後もうゴーさんしかいないって。もうゴーさんしかいないって。今片山くんに電話してたんだけど。片山くん嘘。ええー。誰かいない。私あんま友達いないんでちょっとみんなそうだよ。ちょっとねコミュ障なんであんまり。ルリカちゃんやっぱりインフルエンザでしたって、はい、そうみたいです。今日から5日間外出禁止になりましたって。まあでも無理しなくてよかったよね本当にね。よかったですね。インフルエンザはやばいよね。うん、いやいないですよ電話。あれ、ゴーさんは？あ、そうだった。ゴーさん、もう、ゴーさん。これ企画失敗はなかなか。誰ですか？村上純ちゃん。まさかの。あ、なんか出た気がする。もしもし。ん？あ。もしもし。え？切られ、切られ。切られた。もしもし。もしも。今のはまだ仕事？どうもどうも。大丈夫です。スピーカーとかにできます？スピーカーにできます？うん。大丈夫？ちょっとね変わりた、うん。
うん、何今何なんか仕事ええ、いや多分 A ちゃんこっちに当てないと、うん、うん、こっちがスピーカーに当てないと、ああ、うん、先生、あのねちょっとね今あのスリアルの番組やっててうんちょっとあの出たい人がいるっていうんでちょっと電話変わるね。じゃあこれでスピーカーにできます、うん、え、もしもし、もしもし、村上さんお久しぶりです。夏目チーです。おーチーちゃん、はい、久しぶりでもないしそう、ついこの間の同伴したんですけど、その説はお世話になります。はい、あの今日ですね、あのリンリンのお悩み相談室っていう番組をやってるんですけど、はいはい、それであの私負けたんですよ。はい、それでですね、ちょっと有名な方に電話をして、あの今年の抱負を聞くっていうことを、番組で、番組でです。はい、今まさに放送真っ最中なんですけど、はい、放送、放送中だってスリアロ。え、他に誰かいらっしゃるんですか？そう、生電話してます今まさに。リンリンだって、溝江リンです。はい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 。あ、今どなたかいらっしゃるんですか？でも今もうあれですよ、もう本当に。いや、藤田新さん。多分大変なメンツです。はい。大変なメンツ。え、それ言って大丈夫ですか？言って大丈夫なメンツですか？いや、久保先生には言ったんで、もう後から全然。はい。で、今日まずいですか？スイアローで言われたらまずい人言いますか？別に大丈夫。まあ、はい。もう久保先生には言っちゃいました。あ、わかりました。はい、お。そうですね。なんですか、これは。はい。はい、今生放送されてるってことですよ。今まさにされてます。それでですね、あの今年の抱負を、すごくないですか？え、最強位の藤田社長がいるんですか？すごい、この方がいるんですか？ちょっと電波悪いし、もしもし、もしもし、はい、もしもし、はいはいはい、で、LINE電話あるし、あ、すいません、あ、そ、はい、それでですね、あの村上純プロの今年の抱負を教えてください。今年の抱負は、はい、あの子供二人をあの笑顔にすることです。あ、素敵素晴らしい涙が出そうです。そうですね、それだけですよ。そのために頑張ります。はありがとうございます。そろそろ来てあげる、はい、かわいそうだから。そうですね、はい、ありがとうございました。すみません、お邪魔してしまって。よろしくね、またね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。本当に人でしょうね。うん、うん、いやー、ね、まあいろいろかけたいとこいっぱいあるんだけど、はい、はい、こんなことになるとは、こんなことになるとは、なんかすごい心に来るものがありましたね。だから最後の藤田さんとか門戸関係とか、はいはい、そういう人たちといっぱい今飲んでるっていう。あ、そうだったんですね。まあ、打ち合わせ兼飲み会っていうのかでやってるみたいな感じだからね。なるほど、うん、なかなか、ね、そうだったんですね、うん、はい。いや、皆さんどうでしたか？最後にまさかのね、まさかの生電話が、はい、なんかよかったね、うん、よかったです。しかもあの最強位取られた藤田さんもそば、ね、にいらっしゃったんですね。すごかったです、すごいね、はい。あ、え、大井さんから LINE の返事が来ました。お、すんません、すんませんって来ました。すんません、はい、これ電話する？せっかくなんでします。ちょっと今大丈夫ですか？ちょっとかけちゃう、いけ高春にかけようよ、かけちゃえって感じ。気づいてもらえるのよ。2時間ぐらい喋るんじゃない？2時間そう、枠は10分です。大井さんに言ったら10分でって言ってください、はい、
また出ないありますよ。電話には出れないのか。電話には出れない。電車とか。いや、どうなんですかね。出れなさそうですね。うん、出れない場所です。やりましょう、やりましょうか。失礼しました。じゃあ、はい、みんなのじゃあ最後に4人の抱負、はいはい、ああ抱負僕たち言ってないじゃん。そうですね、うん、じゃあまず先生から、村上プロと同じになるけどやっぱみんな家族健康だね。あ、それが一番だね。だから、うん、俺の両親も弱って嫁さんの両親も弱ってとかもう片親なんだけど、うんうん、子供たちもってのはもう健康でいいよね。もう年取ったらそれが一番かなと、うんうんうん、あとは、うん、もうちょっと頑張って仕事しようかなっていう、あとはカメラ上手くなりたいかなっていうのがあるんだけどもうカメラに凝っちゃう、ね、もうカメラ凝っちゃったんで、うん、それぐらいかな、うん、エリちゃん行こうか、はい、難しいな急に。あーなんだろう、お酒で失敗しないことですかね。え今年の抱負、失敗したことあるの。いやちょっとまあいろいろあの、うん、ちょっと女流リーグを降級してしまいまして、お B リーグに、うん、はい、A から B にちょっと落ちちゃったんですけど、うん、まあその日に結構ひどい荒れようだったらしくてもう飲みながらめっちゃ泣いてたみたいな。確かに泣いてたけど、ね、あ、一緒にいた、はい、そう、一緒に飲んでたの。そう、あ、そっか。で、まあ、まあそういうのがあったんで、別に全然そんなひどい感じではなかった。フォローかな、大丈夫かな。飲みたい時飲んで、泣きたい時泣きゃいいんだけどね、うんうん、なんかね、どうしてもこう、なんかこうわーってなっちゃってで、ちょっと飲みすぎちゃって、うん、しかもちょっと申し訳ないことに覚えてないのね、あんまり。あ、覚えてないの。あ、覚えてないから、ちょっとまあそういうのを今年はなくしていこうかなってやっぱり思います。うん、はい。はい。ちーちゃんは？私はですね、とりあえず今年はリーグ戦を昇級するのが第一で。はい。で、私生活。私生活ですか、うん、生活はまあ普通で、うん、楽しくやっていけたらいいなと思い、うん、思いますあ、でもあの麻雀に関しては本当にあの今年はですね、まあ、マスターにも出るようになりますし、はい、それこそ人に見られてもこう恥ずかしくなく、うん、ちゃんと自分の意見をちゃんと言えるような、はい、だと考えを持って麻雀が打てれるようにしたいなっていう、うんうん、はい、一回一回の対局でそういうのを意識してやっていきたいと思ってます、うん、素晴らしい素晴らしい じゃあ、はい、あ、私はですね、このリンリンのお悩み相談室がたくさんの人にあのお悩みを送ってきてもらえるような番組にするってことと、あとはマスターリーグで優勝することですね。あとは、あとは女流リーグA リーグになることですね。今のとこそれぐらいです。頑張りましょう。頑張ります。頑張っていきましょう。はい。でも今日質問すごくおとなしかったね。もっと過激でもよかったのにね。あ、本当ですか。過激な質問。でも真面目な質問がね。多かったね。遠慮しちゃったね。多かったね。何でも答えるつもりだったのに。うん。まあ次ね、あれしたのね。はい。はい。じゃあ今日の放送皆さんいかがでしたか。ありがとうございました。楽しかったですよ。はい、もうちょっと過激にしましょう。はい、じゃあ次は。じゃあまた、はい、マスターリーグやこの放送でも。そうだね。はい。うん、もうちょっと、もうちょっと本当の お悩みでもよかったけどね。あ、本当ですか。原作のためにはどうすればいいんでしょうかとか、うんうんうん、そういうような感じとか、うん、そうですね、うん、もっと突っ込んだところで、うん、誰が好きなのか誰が嫌いなのかとか、うん、怖い怖い怖い、うん、練習はどれぐらいなのかとか、あー、そうそうね、そういうのね、楽しかったですね、確かに、ね、そういうのだったら何でも答えたらね、うん、今度そういう風な、もし機会があったらしようかね。そうですね、そうしましょう、そうしましょう、なんか機会があるがある気がします、はい
またよろしくお願いします。はい、エリちゃんも今日はありがとうございました。お腹減ったよね。お腹は若干空いてます。せ、はい、ちゃんも本当今日は、はい、今日ヒッターでありがとうございました。今日決まったんで、そうなんです、はい、だったんですけども、はい、ルリカさん早く直してください。はい、直してください。インフルエンザなんでね、はい、お大事に、お大事に。そうですね、はい、これで今日のリンリンのお悩み相談室は終わりになります。皆さん今年1年またよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。じゃあ皆さん最後は手を振ってバイバイでお願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。